皆さんこんにちは。浅野太鼓 US の浅野克司です。今日はタイヤを使った練習用太鼓の作り方について、ご紹介します。ではまず用意するものですが、タイヤ20インチあたりのもの、そしてパッキングテープ、これは薄くても構いません。であとこれがプラスチックパイプです。この白いパイプは縁打ちの音のために装着します。例えばどこからのような曲を練習するのにとても良いと思ってます。でこの小さいパイプをタイヤに固定します。固定し終わったら次に十字にテープを貼っていきます。そして順番に隙間のないようテープを貼っていってください。ここでポイントですが、強く強く引っ張ってください。引っ張りながら 貼らなければいけません。そして一通り、貼り終わったら横からもう一度貼ってください。これで出来上がりです。